ただいま。帰り。もうひろちゃん。え？頼むけ。何？もう何回も言わせんでくれよ。何？下のチャリ小屋。うん。鍵しとらんど、あんた自分のチャリ。ああ、してない。してて。ねえ。いやいやいや。もうカチッてすりだけたい。カチッてして鍵は抜いてくるだけだろ。もうそりゃあ小さな言葉めんどくさがらんでてお母さんいつも言いよるど。もうそんなんで怒らんでええ。もうそれ取らんて。誰も違うとった。取る取らんじゃなくて、取られた時にね、大きな損害が被られるのは私たち親だっけ。ねえヒロ、わかる？うん。ねって。ああ、もう鍵閉めてていつも言いよと、お父さんもお母さんも。取られた時じゃ遅いけんたい。何でも怒ってからじゃ遅かんでしょ。何でも泥棒が入ってからじゃ遅いけん、鍵閉めるわけだけんね。交通事故に遭わんために安全運転するわけだけ。なんか怒ってからじゃ遅いけん、鍵チャリ取られてからじゃ遅いでしょ。だけん鍵は閉めてって言おった。大げさはまして。大げさで。じゃあもし取られてごらん、自分で買うね、チャリ。いや、まあ、そういうことじゃないけど。結局取られたらね、お父さんもお母さんもそれはあんたに怒ると思うよ。鍵つけたらお前が悪いって言いながらもね、チャリは結局必要だけんってね、買ってやらな羽目になっとはこっちでよとか。うん、そんな周りで取るような人おらんやん。そりゃこの辺の人はおらんかもしれんけど、遠くからわざわざチャリば取りにトラック乗って来らすかもしれんた。そうやって、そんな自分よう言うやん。人は信じろよって。な、こは言えばこういう。そりゃ人を信じるのは大事よね。うん、ばってそりゃ人を信じるのは大事だけど、取りに来る人もおるかもしれんけん。ないじゃん。もう鍵知ってって言おうとだけすればよかろう。分かった分かった。ねえ、分かったって。何で次はしたくないと。違う。ねえ、ってことはあんた何で家じゃなくて、あんたその辺に遊び行ったり、あんた野球でどっかの練習場行ったりとか、そういう時も鍵しようなんと。ええ、それはやるよちゃんと。なあ、ここでもせえって。もう誰がどこで取るか分からんとだけ。うん、分かった分かった分かったね。分かった。でもじゃあ自分もトイレの鍵閉めや。家で言うと。別にお母さんトイレ入っとってあんたたちに開けられても取られるもんないもん。え、そういうことじゃない。これ開けた時に嫌な気持ちになるから、こっちが。ああ、分かりました。じゃあ私もトイレ入った時に鍵かけるようにちゃんとしますから。絶対やりや。はい、絶対やりますから。絶対やってください。分かった。なんであんたはね、ああ言えばこういう、こう言えばああいうで返してくるわけ。お母さんがね、鍵閉めなさいって言っただけ。はい、分かりましたって言えばね、今のやり取り5秒で終わりました。チャンネル登録よろしくねー。なんで俺だけこんな走る。